はい、ピーチングプロの塩見です。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているのでチャンネル登録の方をお願いいたします。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントですね、お待ちしております。さあ、今日はサムネの通りフォローについてです。フォロー、やっぱプロの人たちみたいにすごく大きく綺麗なフォローを取りたいですよね。皆さんもこの大きくやっぱフォローが取れているということが、ある意味ヘッドが加速をしていたりとか、遠心力が強く使えていたりとか、スイングプレーンって言い方でいいですかね、クラブヘッドの軌道が綺麗であるとかっていう証明になっていくわけですよね。ただこのフォローを大きくしたい、この言葉ですね、この言葉をやっぱり世の中の人はめちゃくちゃ勘違いしています。レッスンをしていても本当に一発でここ変わるんですよね。これはフォロー大きく取るということ自体を間違ったやり方をしてしまえば、さっき言っていた大きな綺麗なフォローによる飛距離が出るとか、再現性が高い、プレーンが安定してるってことですね。っていうのも逆の方向に行ってしまうんです。なので今日なんかはフォローを大きくしようとすればするほど飛ばなくなる、当たらなくなるっていう方は必ず最後までご視聴していただいて、練習方法を実践していただければなと思います。ということで、早速中身に行きたいと思います。さあ、じゃあ、ちょっと、打ってみたいと思います。まあ、ある程度、腕は綺麗にフォローで伸びている映像がちゃんと撮れているとは思います。スイングタイプの色々あったとしても、やっぱりここでしっかりドライバー打つときなんかは、大きな円で大きなフォロー。そして、詰まりなく振り抜くなんていうのは、やっぱり最初にお伝えした通りすごく大事な要素になります。早速、じゃあ、ちゃんとフォローが大きく取れないパターン。これ、軌道が悪い辺とエネルギーの作り方が悪い辺と2つあるので、それをそれぞれ説明していきたいと思うんですけど、まず、プレーン、ヘッドの通り道ってイメージでいいですけど、が悪いパターン。これは絶対に腕が伸びません。そう、皆さんの大嫌いなアウトサイドインという軌道です。アウトサイドイン軌道の持ち主に関しては、絶対にフォローは大きくできません。ちょっとお見せしたいと思います。アウトサイドイン。めちゃくちゃ手元近いですよね。これは輪っかのイメージをしていただければいいんですけど、こういう輪っかで打つことがアウトサイドインのエネルギーを生むことになるので、そうなった場合、手はこういう運動しかできないんです。まあ、チキンウィングであったりね、そういう言い方もありますけど、肘が引けてるよとか、これはアウトサイドインというエネルギーが原因になっています。こういうことですね。これまず、この場合は、そのもう一個の方の練習をしようとしても、このエネルギーの方向でやると必ず手元は近く肘が引けてしまう。むしろそれをしないと当たらないということになってしまうので、これはエネルギーの方向をしっかり変えていくという作業が対処になります。なので、出る球として左にまっすぐ行く方、まっすぐ目に出て右に曲がっていく球、まあ右に出て大きく曲がっていく右にスライスですね。スライス曲がっていく球が、よく出るよみたいな今の3種類が出る方に関しては、肘が引けてる原因はアウトサイドインというのが確定されるので、ちょっと軌道直す練習をまた後でご紹介しますけど、実践してみてください。じゃあもう一つですね、フォロー、こっちの振り抜く方向フォローですけど、フォローが大きくしようと手元を突き出しちゃう人、なんか言葉がややこしいですよね。これも直し方とちょっとこう同じような話になってしまうんですけど、ヘッドにエネルギーを加えて遠心力で加速をさした結果、伸びなきゃいけないわけです。でも今僕がやったことはどういう運動かというと、こうやって大きくしたんです。でも実際エネルギーをバーンって伝えたいところって、このあたりですよね、ドライバーでも。ちょっと今の運動を見てください。なかなかそこでエネルギー作れてるように見えると思います。でも次やりますね。どうでしょう？もう、で撫でていたりとか、もう、
こういう関係で当たりそうなイメージも見えてくるんじゃないですかね。これが正しい円の加速のさせ方。これは腕は遠いですよ、当然真ん中から。ただ加速もしなければフェースアングルも相当右向いて当たるっていう結果になってしまうわけです。ということはフォローを大きくしようとして手を前に出していくという行為は、これ絶対にやっちゃいけない運動なんです。これだけはもう完全に NG です。フォロー大きくしたいですってこうする方、かなりレッスンをしていても多いんですけど、もうこれをやった時点でインパクトがまず加速しないし、余計右に飛んじゃうし、何のためにやってんのかっていう話になってしまいます。それでは、そのそれぞれの直し方、ドリルですね、なんかを今からご紹介していきたいと思います。さあ、1個目のやつ、アウトサイドインが原因ですね。こっちからもお見せです。こういう運動をしている限りは、これはフォローが大きくした瞬間に当たらなくなるので、軌道変化させないといけないです。そう。この辺は逆のドリルをしてみてほしいんです。手元を引きつけてヘッドを出していく。これ2個目にも通じるとこなんですけど、この時に手元だけを出したら、さっき2個目の説明した NG の動きになるのでやめてください。コツは手前に引いて全然いいので、こっからヘッドを出していく。ヘッドを出していく。ヘッドをアウトに出していく。この逆のエネルギーをまずしっかり体験してください。最初は必ずゆっくりやること。早くやろうとした時点で、またダメな手の動きになってしまうので、ヘッドをアウトに出す。ヘッドをアウトに出す。こっちから見ると、さっきこういう映像をお見せしましたけど、大げさにやると、これぐらいの運動でいいです。今これヘッドが前出てるの分かりますかね。まず最初はこれぐらいの動きをしたところで、おそらくこれよりもこれぐらいの映像が見えてくるはず。動画で撮った時、イメージはこれを試してみて、それでこうなってるかチェックですね。その方たちはもうこれの方っていうのはまずかなり強烈に癖づいてる方が多いので、大げさにやる。チェックポイントはこの時に手だけを出したら、これはまた当たらない動作になっちゃうので、ヘッドを出す。ヘッドを前に出す。ヘッドを前に出す。こうすれば、っていう映像が撮れてくるはずです。まず、この練習をしっかりしてみてください。そして、軌道の変化、プレーンって言いますが、こういう円の丸い運動が逆になる。こっちの癖からこっちに円になるっていう風な感覚をしっかり身につけて練習を続けてください。さあ、もう一個の方ですね。これはもう私の動画を見ていただいている方はよくこのドリルの話をしていると思います。手元っていうのは平行、こういう横の運動で加速をし続ければさっき言った悪い動きになります。この状態で打つともう右にしか飛ばないですよね。で、これを円運動、こうですね。これ綺麗に加速しているように皆さんにも見えると思います。この中で手元はどう動いているのか。そう。逆に自分の方に少し戻ってくるぐらいのエネルギーが必要になるっていうことなんですよね。なので、まずは足閉じながらでいいので、こういう運動の練習。一方方向にグッて引っ張るんではなくて、ものすごい足閉じながら、手先の練習だけでいいので、手元を戻していく。この運動を進化させていくことによって、先ほどお話しした大きなフォローにつながっていきます。少し段階的にお見せしていきますね。まずは手だけでいいです。これ。多分ボールがなくて、こうやって回すのは皆さんできると思います。ただそれでボールを打ってみてくださいっていう練習ですね。ただ、もちろんこの手先だけだと大きなエネルギーが作り込めないので、次、もちろんまだゆっくりではいいんですけど、少し体を使いながら同じ運動で振っていく。
こういうことですね。中心側にしっかりエネルギーを振っていく。で、こうしたら手なんか全然今出てないじゃんって思う方多いとは思うんですけど、このエネルギーを感じながら最終的に下半身リードしても引きつけて、ちょっとドリル的にお見せしましたけど、あのエネルギーの生み方でヘッドバーンって加速させた結果、こういう運動よりもヘッドの運動が勝ってきてしまうので、ここで止まれずに、こうやって手が離れていくわけですね。さあ、これも一気に最終形を目指すんではなくて、しっかりドリルを使いながら、一個一個習得して、完成形に近づけてあげてください。ということで、今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。かっこいいフォローは再現性、飛距離にもすごくつながるとこなので、ぜひ取り組んでみてください。